こんにちは、山下雄平です。今日はですね、元旦から始めたダイエット22日目ということで経過報告をさせていただきたいと思います。1月1日、62キロから始まった体重なんですけども、前回14日目にですね、なんと大躍進で 59.8 までドッと減らすことができました。そこから減らすのが難しいなと思ってるんですけども、なんとかとりあえずは現状維持できてたらいいなと思いながら、体重計に乗ってみようと思います。基本的なやつなんですけども、腹筋とか腕立て伏せとかしたりとか、あとまあちょっとした簡単な体幹トレーニングっていうのも始めました。また効果がありましたら、ご紹介したいと思います。いや、なんとか、現状維持でした。ちょっと体脂肪率が上がったのが気になるんですけども、まあ誤差の範囲でしょう。次はですね、59.8 から減らせるように、さらに頑張っていきます。応援よろしくお願いします。それでは、ライブ情報やアルバム購入ページは下の説明欄よりぜひチェックしてください。